か。客席のお客様にご案内申し上げます。ただいまよりしばらくの間ステージをお借りいたします。その頃から美人で綺麗で輝いています。個人的には私も面接しながら採用したいなと思っております。無事43期生として採用できてよかったなと今つくづく思っております。ありがとうございました。続きまして花束贈呈に移りたいと存じます。プレゼンターはスパリゾートハワイアンズ支配人三遊一、そして常磐音楽舞踊学院講師橋本かな先生、そしてスパリゾートハワイアンズダンシングチームリーダーモアナリエです。それではお願いいたします。横山美香よりご挨拶を申し上げます。それではお願いいたします。今日はお忙しい中このような時間をありがとうございます。このステージに立ち6年半歌を歌うなんて自分でもびっくりですが、本当にたくさんの経験をさせていただきました。これまでご指導してくださった先生、事務所の皆さん、本当にありがとうございました。バックステージの皆さん、素敵な照明と音響、ステージをきれいにしてくださってありがとうございました。バンドさん、いつも最高の生の演奏と歌声をありがとうございました。ファイヤーさん、体を張った迫力のあるパフォーマンスをいつもありがとうございました。私を応援してくださったお客様、本当にありがとうございます。今でも避難生活をしている家族、親戚、本当なら私が支え応援しなきゃいけない立場だったのに、いつも明るく私が背中を押されてました。特に母は新しい生活や仕事、不安だらけのはずなのに言われ一つなく私の話をいつも聞いてくれました。本当にありがとうございました。踊りに歌に、活躍する姿が見れなくなるのは本当に寂しいですが、次の目標に向かって頑張ってください。これからの横山美香さんを記念いたしまして3本で締めたいと思いますので、皆様、唱をお願いいたします。よーっよーっよーっ。ありがとうございました。以上をもちまして常磐音楽舞踊学院43期生横山美香ラストステージセレモニーを終了いたします。なお、この後学院関係者の時間を少々いただきました後に、会場にいらっしゃる皆様からのお言葉などをお受けしたいと思います。ですので次のアナウンスまでその場でお待ちくださいませ。ありがとうございました。
タイムにさせていただきたいと思います。この後会場にお越しのお客様からお言葉などをお受けいたしたいと思います。なお当館の営業時間が10時15分をもって終了となっております。関係者の特段のご配慮で会場をお借りして、関係者の特段の、ご協力 でこのイベントを続けさせていただきますので、どうかスピードアップをご協力をお願い申し上げます。そして、面会が終わったお客様から、どうぞ会場にはお残りにならないで、体感の方をよろしくお願い申し上げます。この2点、ご協力を何卒お願い申し上げます。